豊洲市場の土壌汚染対策を話し合う東京都の専門家会議が明日開かれます。小池知事はこれに先立ち、市場を移転するかどうかの判断を都議選前に示す可能性を示唆していて、会議の意見も参考に総合的な判断を下す考えです。小池知事は昨日の会見で、都民ファーストの会の代表として次のように述べ、7月の都議選前に市場を移転するかどうかの判断を示す可能性を示唆しました。初陣にあたってですね、やはりここはワンボイスで行くべきであろうと、まあ、それぞれがイエスだノーだというと統制が取れてないと。小池知事は豊洲市場と築地市場の特性をまとめたプロジェクトチームの報告書を近く都の市場の在り方戦略本部で議論し、そのほか今後開かれるさまざまな会議で出た意見などを踏まえて総合的な判断を下す材料にする見通しです。